万長者合宿シリーズをご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保でございます。皆さんはですね、いろんな考え方の中で独特な考え方っていうねことにはよく触れると思うんですけども、どのぐらい私がね独特な考え方を持っていて、しかもねそこに詭弁を入れてくるのかってことをこれからお話しします。多分これからお話しすることは何とも摩訶不思議な切り口なんですけども、聞いた後は妙に納得させられるような、そんなね私の催眠術が入ってます。ご用心してお聞きください。それではね、画面キャプチャーに移ります。はい、では今日はね消費税をちょっとテーマにしてお話をしていきますね。最近 10% に上がった消費税なんですけども、これ、お年寄りからね、お子様までどんな方でも 10% の消費税が容赦なくかかるんですよ。特に低所得者の方ね、年収が300万円以下の方には直接的なダメージになって、降りかかってきます。まあ、年収300万円以下っていうと、半数以上、大半の方がこれにかかってくるんですよね。ものすごく負担が大きくて、まさに消費が起きなくなってしまう。なんか消費に対する罰金だというふうな方もいらっしゃいます。でもですね、10% に上がったばかりのこの消費税、なんとですね、2030年には 15% に、そして遅くとも2050年には少なくとも 30% 以上にせよというふうにね、IMF から指示が来てるわけなんですよ。でしかもこの指示を出させたのが財務省の方から出ている、IMF の役員というね、こういう図式になってるんですよ。まあ迷惑な話ですよね。でもこれ本当に我々国民が苦しみばっかりなんでしょうか。この消費税が増税されて、片方でその分ね法人税が値下がりしてるというのは本当に我々にデメリットばかりなんでしょうか。確かにねこれだけ聞くと法人税が下がって経営者とかお金持ちがさらに金持ちになりやすくなってる。例えばですね、年収が1000万の人でも個人でやってるのかそれとも法人でやってるのかによって、もう個人だったらね半分ぐらい税金なんですけども、法人だとね最大で 35% ぐらいしか法人税ってのかからないわけなんですよ。そう考えたら法人にとっても有利な制度、法人税の引き下げっていうふうに見えますよね。さあどうでしょうか。皆さんね、ここまででやっぱり消費税って上がれば上がるほど我々の暮らしが貧しくなっていって、我々がね一方的に搾取されるばかり、誰がこんなの賛成するんだって思いますよね。でもこれからお話しする私の話っていうのは、法人税を減税して消費税を増税するのも理にかなっているなっていうふうに思わせるような内容になってます。用心して聞いてください。画面が変わります。上の方と下の方、似たような図が書いてますけども、横に書いてある0、20、70、100っていうのは年齢ですね。0歳、20歳、70歳、100歳。大まかに見て20歳から70歳が、有効生産労働人口ですね。要するに働いている人です。ここが働いている人。ちょっとサインしますね。ここが働いている人です。そして下も同じです。ここが働いている人。で、法人税が上の方は減税のパターンです。下の方は法人税が増税のパターンです。で、反対に上の方が消費税増税のパターン。ね、今の感じですよね。で、本当はこうすればいいのにっていうふうに多くの方が思っている消費税減税のパターンが下の方にあります。さあ、まずはですね、上の方、現在 10%、15%、30% 上がっていく想定で、一体消費税が増税されると、どんなことが起きているのかってことをね、お話していきましょう。社会保障費が最も重いのはどこかというと、ここですよね。70歳から100歳までの人。要するに、消費税が、法人税ですか。法人税を、この人たちはもう、今払ってないわけなんですよ。ね、法人税払ってないですよね。70歳から100歳まで。もう、基本的には会社を抜けて、社会保障でやってる人たちなんですよ。社会保障費をたくさん使って、で、税金はあんまり取られてない年代です。同じように0歳から20歳も同じで、基本的に働いてないですよね。0歳から20歳っていうのは。で、社会保障費をふんだんに使ってますよね。教育費とか保護費とかね、医療費とか、すごく使ってますよね。進学に関する補助もあるでしょう。でも、この方、0から20、70から100までの方っていうのは、法人税というものに直接は関わってないんですよ。ね、で、法人税が関わってるのはどこなのかというと、もうお分かりですよね。ここ、20歳から70歳までの間の方っていうのは、働いてますよね。働いて、どっかの会社が法人税を払って、で、残った部分から、まあ、ちょっと逆説的になりますけども、お給料が分配されてます。要するに、法人税が
下がれば下がるほど福利厚生も余裕が出て、会社の設備も整って、ひいては給料やボーナスに反映されているってことなんですよ。法人税が下がると働いてる人はみんな得するんですよ。基本的には法人税が上がるよりもいいですよね。法人税が上がったら企業も給料も設備投資もしなくなりますからね。だから法人税が下がると実は働いてる人は有利になるんですよ。でもう一つの考え方があります。下の方行きましょうか。法人税が増税されてどういうことになるかというと、下の方ですね。法人税を増税して消費税を減税すると一見なんかいいように見えますけども、働いてる人にとっては悲劇なんですよ。なぜなら法人税が増税されるとですね、結果的に給料で回ってくるようなお金っていうのが減るんですよ。だから一生懸命働いてるのに給料は今よりも劇的に減ると。で、会社の将来的にも法人税が重いもんですから、設備投資もされない、福利厚生もされないということになります。法人税が重くいればですよ。そうなると勤めてる人って悲惨なんですよ。で、反面ですね、反面こちらの方、さっき話題に出しました社会保障費でやってる人って基本的に法人税は全く払わないのに、全く払わないんですよ。法人税が増税されていても関係ないんですよ。0歳から20歳とか70歳から100歳までは法人税いくら上がっても法人税取られない人なんですよ。で、消費税が減税されるとむちゃくちゃ得するんですよ。70歳から100歳、0歳から20歳ね。だから税金は取られない、税金は払わないで、二重に得するのが0歳から20歳、70歳から100歳までの間の方なんですよね。これが下のパターン、法人税を増税して消費税を減税した時に労働者がむちゃくちゃきつい環境ができますよってことなんですよ。だから経団連が、いや法人税下げましょうよと。消費税ってのは0歳から100歳までみんなが少しずつ負担する、特に70歳から100歳までって人数多いじゃないですかって。この人たちから薄く広く消費税を取ることによって、この人たちは社会保障で食べてるわけですから、社会保障の財源である消費税も負担してもらって、まあ自給自足っていうのは変ですけども、自分たちで使う分の一部は自分たちでやっぱり還元する、支払う、税金で納税するって形にしたらどうですかってことは、かなり筋が通ってるようにね聞こえてくるんですよね。で、もう一回戻りますけども、法人税が減税されると基本的には会社ってのは利益が大きく出ますんで、ボーナスが出たり昇給のプランを練ったり、設備投資をしたりで子会社を作ったりとかね、ものすごく企業は活性化するんですよ。で、消費税が増税されても働いてる人が払えるわけですよね。給料が上がるわけですから払えていきますよね。で、先ほども申し上げましたけども、法人税が減税されても関係ないよっていうふうなね、70歳から100歳までの方、0歳から20歳までの方、まあ主に70歳から100歳までのボリュームゾーンですけども、この方たちは法人税は上がろうが下がろうがあんまり関係ないんだけども、消費税が上がることによってですね、ここの70歳から100歳までの社会保障費っていうのの一部が国に還元されますから、消費税で、要するに70歳から100歳までに対してかける社会保障費の負担が減っていくってことになるんですよね。多くの方がおそらくですね、老人にそんなにお金使うなって意見持ってると思います。だから消費税を増税して法人税を下げるっていうのは、まさに老人にあんまりお金を使うなをそのまんま通した理論になるんですよね。よろしいでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。なんともね、私の詭弁が織り交ぜられて、そして事実も入っていて、ちょっとね、この話を聞いた後では、あれ消費税増税ってのも悪くないなって考える方いると思うんですよ。少なくとも一方的に消費税上がるのは庶民の敵だとかね、弱者をさらに叩く法律だ、ね、決まりだっていうふうに言ってた方も、あれ違うぞと。70歳から100歳までの社会保障費がむちゃくちゃかかって、社会保障費だけで暮らしているような人からも一部消費税で回収するんで、もしかしたら働いてる人の負担は減るんじゃないか。いや、論より証拠、法人税が下がるってことは働いてる人に有利な税制なんだということが理解できると思うんですよ。でもこれはですね、私の詭弁です。消費税を上げる立場、法人税を下げる立場、企業の経営者としての考え方としてはこういうふうにですね、財務省に提言することで納得させるようなね、そういうふうな論法になってます。で、個人的な意見を言いますと、私は消費税はいらないと思ってます。 0% で、法人税を上げるかどうかっていう問題に関しましては、法人税に関してはね、ちょっと上げてもいいのかなと思うんですよ。少なくとも元通りにすると、で、刻みをちょっと多くするみたいなね、
ぶっちゃけ言うとその令和新選組の山太郎さんが概要をお話してますけども、あの形が結構いいのかなと思っております。でもそれでも税金は足りません。税金どうすればいいのか、国債をすりまくってください。国債はもう最強の武器なんですよ、うん、確かにインフレが起きないようにだいたいね成長率 2% ぐらいで維持すればそんなにむちゃくちゃなことにはならないと思いますんで、でまさにね今デフレがずっと30年続いてるわけですよ。インフレを起こしたいわけですよ。だったら国債をすりまくってインフレに拍車をかけていかないと、それでもインフレは起きないと思いますよね。デフレの圧力が強すぎて、これは FX みたいな売り買いの理論になってきますけども、デフレの圧力がものすごく熱い時にインフレを刺そうと思ってもなかなかねデフレの圧力が強いんでインフレには向かわないんですよ。だから相当強いインフレ対策を練って、要するに国債をバンバン発行して社会、なんですかね、まあ、設備投資をしてですね、まあ、土木とか建築とかそういったものに投じてですね、それを国民に間接的に労働の対価として返していくという形を取れば、まあ、インフレが起きるかもしれないなというところですね。それでもインフレは起きにくいと思います。なぜならもうねこの日本という国は物が溢れちゃってるんですよ。で人数が減ってるんですよ。だから物が溢れてるんでただ同然で家とか車っていうのが手に入るようになっちゃってます。ってことはですね、何かを買おうって意欲っていうのは相当起きないんですよ。何かを買おうって意欲が起きないってことはインフレになかなか向かわないってことなんですよね。ちょっと話がずれましたけども、消費税の話いかがだったでしょうか。一方的に消費税増税が何を考えてるんだバカなこと言うんじゃないっていう意見から、あれ確かにそうかもなと、確かにこのままだと70歳以上の方の社会保障費が一方的に拡大するのを止めれるんじゃないかというふうな気がしてくるんじゃないですかね。まあ、こんな形でいろんな現象からですね、いろんな思考でもう一つ目二つ目三つ目ぐらいの理論を自分で作っていく。もっと言えばですね、一つの理論に対してこちら側の意見全く反対の意見両方同質同量の考え方を持つっていうのが発想の転換を豊かにするということなんですよね。自分が思いたいのと事実が向かう方向っていうのはイコールでないことが結構多いです。でも多くの方はこうなってほしいっていうのがそうなるに違いないに変わっちゃうんですよ。これはね危険ですね。現実っていうのは多くの人の意思で起きてます。これも FX の理論なんですけども、たくさんの人が思う方向に、世の中っていうのは動くはずなんですよ。ただねたくさんの人ではなくて実はたくさんの量なんですよね。ちょっとこれね言い方が難しくなってきますけども、 FX をやってるとよくわかるんですけども、たくさんの人がねこれは買いに向かうんじゃないかなと思えば買いに向かうような気がするんですけども、たくさんの人っていうのは投入資金が少ないんですよ。で逆に少数の人ヘッジファンドみたいなのは一般投資家さんのね1000倍とか1万倍の現金を入れるんで、100人の一般投資家さん個人投資家さんがいるよりも1人の機関投資家さんとかねヘッジファンドがいた方がそっちの方向に動くんですよ。これが少数決って考え方です。少数の方が考えた圧力の強い方向に動くんで、多くの方が少しずつ損をするって形が FX でできるんですけども、まさにね経済はこういった形になってます。世の中の動きもそうです。多くの方がもう無力な方がねたくさんの人が考えても力のある一部の方が考えた方向に向かっていくんですよね。まあですんでね、何が言いたいかっていうと、その少数の力のある方が考える方向に順張りしていくっていうことがね、実は簡単に稼ぐ方法とかね、この世の中を楽に生き残る方法なんですよね。もうちょっと具体的に言うと、お金持ちって人は労働してません。どちらかというと金融で暮らしてるんですよ。お金を置く場所を変えることによって利益を出してます。じゃあ私たちも同じところにお金を置けばいいんじゃないかなってことなんですよ。労働をするってことは、その労働ってのはね、大半が資本家の搾取、要するにお金を置いとく場所を変えるのをそこに組みしていることになるんですよね。だから労働ってのはなかなか儲かりにくいんですよね。労働で一山当てるってのは投資で一山当てるのに比べるとかなり難しくなってきます。ただ投資の難しさってのはその資金をどうするかってことにあるわけなんですよね。労働では投資の資金がとてもじゃないけど集まりません。まあですんで私は吉田さんの言うようにね、ビジネスで大金を稼ぐってことを避けられないと思うんですよ。まあここまで言ってね、なかなか行動できないようでしたら、まあそれは稼ぐことにちょっと向いてないということになると思いますんで、資本家のカモになってしまうかもしれないですね。それ悔しいじゃないですか。ね、それでこの動画を見たりね、吉田さんに触れ合うきっかけがあったわけですから、そこを脱出する手がかりをちょっとね、手に入れてほしいかなと思います。
では今回ですね、消費税ってものを例にとって違った見方ができるよと、発想の転換ってのはこういうふうに測るんだよってことを詭弁も交えてお送りしましたけども、どのようにお感じになったでしょうか。それでは失礼します。